もちづき。もちづき沙和、北原高校1年。どうやったらこんなに麦茶がバラバラな味になるんだ。薄い。こう。すみません、作り直します。あの、もちづき、ズービーバーゼー。またなんかやったか。こりんな。声出てねえぞ、一年。北原高校3年、畑健生キャプテンはとても厳しいです。マネの仕事もとっても忙しく、さらに大会も始まって、気づけば1年マネは私一人。あれ、やめた。なので、部室の鍵落としたやつ誰だ。私です。気引き締めてやれや。叱られる毎日です。すみません。俺らの分も頑張って。帰宅おめでとう。まだ磨いてるのか、キャプテン。ボールの縫い目の汚れを見てるとつい磨くのが楽しくなって、にへへ。そうか、よかったな。もう終わるか。あと200球なのですぐ終わります。すぐとは。あれ、待ってくれてるのかな。もしかして説教。どの件で。監督の授業で爆睡した件。疲労回復のチョコレートおにぎり。待たせたらまた叱られる。終わりました。本当か。最近大丈夫か。な何がですか。マネの仕事、大会始まって一層大変じゃん。一年は望月だけだし。キャプテンが心配してくださってる。多大な迷惑をかけていますが、私は楽しいです。ならいいけど。俺は望月によく怒鳴るし、怖がらせてるのも知ってる。でもそれは一人の野球部員として望月にも成長してほしいからだ。嬉しいです。こんな私でも必要としてもらえて。こんなにポンコツなのに。私ずっと北高野球が憧れでしたから。ずっと。はい、去年の夏にお兄ちゃんに連れられて北高の決勝を見に行ったんです。9回裏10対0のボロ負けでみんなが諦めかけてた時。ツーアウト、もうダメか。北高のバッターが最後。ただいまより優勝いたしました片倉学院高校の栄誉をたたえ。結局試合自体は負けちゃいましたけど、でも私は最後の意地のホームランを見て、野球って面白いとか、あの選手みたいに諦めないでやろうとか、ずっと憧れなんです。ヒーローみたいでかっこよくて。去年の最後のホームラン。はい、それは俺だ。私にきっかけをくれたのは、え、畑キャプテン。なんか気まずい。あ、私意地のホームランとか上から目線でヒーローとか憧れとか変なこと言って、変なことというか